こんにちは。はい。ゆたかさん、はい、ちょっと後ろ何か変わったと思いません？それね、うん、変わったも何もこれ分かんなかったらね、ここに座る価値ないよ。価値ない。そうなんですよ。この楽天イーグルスの専用のチェアがかっこいいな。あのすごく色の配色良くないですか？これ私あの一番好きなカラーです。あー、今までで。あの座り心地もいいよね。まあ、変わらないよね。変わらないです。色が変わったという、あの楽天ファンのみならず、うん、いや楽天ファンしか多分座らないと思うよ。そうですかね。それジャイアンツファンが楽天のこの椅子に座らない、うん、ジャイアンツの椅子だってあるわけだから。そうですよね。そりゃそうそう。そうか。でも私結構一番好きだな。いやでもなんかシックでいいな、うん、落ち着く感じだな。うん、レトロな感じもするし、ヴィンテージ感もあるし、ぜひあのお買い求めねされたい方はぜひあの AK レーシングさんの、いや今度あのなんていうの、うん、YouTube ライブやるときに、はい、プレゼント企画で出しますから。ということで、はい、まあ、楽天チェア ね、あのお買い求めされたい方は、はいはい、ぜひね、サイトで、購入していただければなと思いますけれども、はいはい、さあプロ野球、はい、もう、開幕してから1ヶ月経ち、はい、そして5月の後半からは、うん、今度は、まあ、交流戦を迎えるということなんですけれども、ね、21日まあでも、うん、あの1ヶ月ちょっと経ってね、うん、まあ課題が見えてきたよね。あ、各チーム、うん、課題と、まあ、いいところももちろん、うん、あの見えてるんだけども、はい、まあ、課題、まあ、今後こういうふうにしとかないと、うん、まあ、危機管理かな。あ、じゃあ、まあ、やっとかないとダメだなっていうのがね。なるほど。じゃあ、はい、今日は各チームの今後の、まあ、今の問題点から見えてくる今後の課題などを、はい、じゃあ背の例えば A クラス、はい、他の B クラスとくっつけてやりましょう、はい、じゃあまずは、ね、はい、セリーグ A クラスからなので、まず巨人、はい、巨人は順調なスタート切ったね。いや、そうですよね。やっぱ原監督の手腕というかさ、はい、やっぱ使い方だとか、うん、まあそのダメな人間、調子が上がってこない人間をスパッとファームに落としたりだとか、うん、まあ両外国人もそうだし、はい、まあ、中田翔もそうだし、うん、でもこの人間というのは後半に必ずいる人間だから、はい、やっぱそこで調整をさせておくというのはね、うん、すごく、あ、やっぱ原監督じゃないとできないんだろうなっていうような、うん、まあ、そういうところも見えるし、はい、まあ、ただ不安なのは、うん、その肝心なところを若手の投手陣が担ってるんだよね、はい、まあ、例えば赤星がローテーションに入ってるとか、うん、まあ、堀田も球に投げるとか、はい、まあ、直江が中に入ってるとか、はい、まあ、大勢が抑えをやってるとか、うん、まあ、その前の桑原もそうだよね、あ、まあ、あと山崎伊織投手もいます。まあまあいるよね。まあ、だけどその若手が、じゃあ結局最後まで投げれるのか投げれないのか、はい、1年間持つのか持たないのかっていうところがやっぱ不安な材料だよね、うん、そうですね。あの最初の登板の時は結構いいピッチングしていても、やっぱり2回3回ってこう、ね、2試合目3試合目になってくるとちょっと調子がとか、うん、まあ、そうだね。だからまあローテーションに入ってるピッチャーっていうのは1勝2敗じゃ困るんだよね、はい、だから2勝1敗にしていかないとさ、うん、だからまあちょっとその若手がね、ただあそこはね、まあ、山口がいたりだとか、うん、その代わりが控えてるんだよね。確かに。だからそこら辺の状態、うん、そういうものが上がってきとけばいいけどね、うん、あとはポランコとウォーカーが、うん、これからやっぱりこう、まあ、データが揃った時にどういう攻められ方をして今の状態を保っていけるかどうか、うん、まあ、ここだよね。まあ、この2人っていうのは今打線のこうつながりの中で非常に重要なポイントを握ってんだよね、はい、ポランコは一つのフォアボール一つのヒットがすごく得点に絡む率っていうのが高いんだよ、うん、はい、でウォーカーっていうのはポイントゲッターにもなってるし、うん、下位打線の中で脅威になってるよね、はい、だからこれがやっぱこう厳しい攻めをされた時に持つのか持たないのか、でもし持たないとなってくると、代わりに本来だったら例えば中田翔選手であったりとか、まあ、松原であったりとかね、そうですよね、とか、まあ、2人とも外野手なんで、まあ、梶谷が故障から家でくるのかとかね、はい、まあ、そういうことも考えられるけども、うん、ただ現状そういう不安はありながら戦ってるよね、うんうん、でもそれにしてもやっぱ戦力豊富ですね、やっぱジャイアンツは、まあ、そう考えるとね、うん、だからまあ原監督のことだから危機管理能力っていうのはすごい高い監督だから、はい、だからまあそこら辺のことは考えてるとは思うけどね、うん、だけどまあ巨人にとって不安なところかなっていうふうには思うよね、うん、はい、そう、続いて現在2位の広島です、はい、広島はね、はい、やっぱ小園の状態が上がってこないとやっぱ不安だということ、うん、ただ小園を8番に落として3連勝したりだとかさ、はい、それはそれで嬉しいことなんだけども、はい、だけどやっぱり
中心となる小園がね、うん、まあ、状態を上げていかなきゃいけないということ、あと栗林が、はい、あと中崎が不安定だということ、うん、だからここら辺が今後の課題になってくるのよ。そうですね。だから栗林でずっと本当にいけるのかどうかっていうこの1年間をね、はい、昨年みたいに、うん、俺は無理だと思ってる。あ、やっぱねちょっと疲れがね溜まってる、残ってる、うん、それと精神的な相当な疲労を感じる、はい、昨年からの引きずりが、うん、で中崎もじゃあ経験があるからってすっと収まるかって言ったら俺そんな甘くはないと思う、うん、ということは誰かを用意しておかないと、うん、せっかく先発投手陣が安定をしてて、はい、最後に来てやられるっていうケースが起きてくる可能性がある、うん、ということはその後ろ一番最後のクローザーを、うん、の代わりも用意しておかないと危機管理としては、まあ、セットアッパーとクローザーを2枚用意しないと、うん、はい、まあ、昨年中継ぎが崩壊したような、はい、そういう形に今度は最後の方でなってくるという、まあ、出だしがね、うん、いいだけに、だから持ち直せばいいよ栗林が、うん、でもね今年見てるとね昨年ほどのキレはないし、はい、安定感は全くないね、うんうん、後ろがちょっとあのきちんとね整備されないとやっぱり勝ってる試合も落としちゃったりとかも、うん、どんどん出てきちゃいますもん ね、まあ、そうね、延長とかになってくるとさらに、ね、あとは小園選手、さっきの小園選手はここからまた上がってきますか。いや来るとは思うけど、うん、来るとは思うけど早くやっぱ返り咲かないとね、うん、早く3番も完全に任せられるようにならないと、はい、ちょっと苦しいよね。そうですね、うん、ただ野手の方がね、まあ、そんなには心配してない、はいはいはい、で3位中日です、はい、3位中日はやっぱ大野柳、はい、大野があんまり良くないね、うん、で柳もジャイアンツ戦に勝てないね、はい、ということは上位から叩かれるということだよ。あ、そうですね、うん、叩けないということで追っかけられないということで、うん、この2人両輪が、うん、右左のね、はい、これがやっぱ確実にジャイアンツに勝てるとかさ、はい、そうなっていかないと上位は望めないということだ、うん、しかし中盤から後半にかけてのピッチャー完璧だな、うんうん、いいですよね、これは力あるわいいですよね、やっぱ中日の投手だから、これはね広島と真逆なんだよね、はい、あ、そっか、うん、前と後ろとで、そうそう、いやだからまあ中日は投手陣はいいわね、うん、で打つ方でもやっぱり今年すごい中盤からでもかなり追い上げてきました。いやいや、点は取れるような打線にはなってるけど、うん、高橋周平が帰ってきて、うん、じゃあどうするのかという、そうですよね、問題があるよね、はい、これでバランスが崩れる時だってあるわけだから。そうですよね、あの実力があっても、はい、額面通り働いてくれないと、うん、やっぱバランスが崩れるというかさ、うん、そういうことにもなるし、はい、でも立浪監督の性格だったら悪いやつは使わないっていうような、うん、まあ、そこら辺の俺は信念はあると思うんだよね。高橋周平選手が戻ってくるということは同じポジションで被るのが石川、阿部だよ。あ、阿部選手だから阿部をどうするかっていうこの難題があるよね。でも、まあ、石川サードっていう固定だから、はい、で周平、だから本当は阿部を外す予定だったんだけど、マスターズいいですからね、うん、だからその周平が怪我したおかげで阿部がチャンスをもらえた、そのチャンスを生かした、はい、そうなんです。だからレフトに持っていくのかっていうのね。あと大島選手が、この前の阪神戦西投手デッドボールでちょっと自分で自力で歩けなくて下がっていって、ちょっと今の段階では情報入ってきてないんで分かんないんですけど、うん、これちょっと大事だと思う。大島がいなくなったら、はあ、まあ、大変だよね。いや、どうしたらいい、まあ、どうしたらいいって代わりはいないよ、大島の。そうなんですよ、大島の代わりはいないけど、うん、まあ、なんとかそこら、まあ、選手一人が抜けたからってそんなガタガタになるようなチームはもう花からダメだよ、うん、いや本当にだから、まあ、はい、そんなあまり心配ではないんだけど、うん、ただ4番を打ってるビシエドの状態がなかなか上がってこないというところがね、逆に心配だよね、大島というよりも。そっちの方がっていう、うん、だから点は取れるようにはなってるけども、はい、まあ、心配なのはやっぱ大野と柳、これがやっぱこう疲労が溜まってたりだとか、うん、そういうことで勝てないのか、うん、まあ、柳は勝ったりとか、はい、この前ジャイアンツ戦で負けたりだとか、波ありますね、波があるよね、うん、だからそこら辺を安定感を出していけるのかとかね、はい、まあ、そこら辺だよね、うん、はい、
さあ続いてパリーグの B クラス、はい、4位現在西武です。はい、はい、まあ、西武はね、これはもう最初からあのなんていう山川怪我で抜け、はい、森は骨折で抜けということで、うん、まあ痛手をこむりながら、はい、まあ現在の位置に至るんだよね、うん、だからそんなに俺は悪くはないと思うんだよ。ただやっぱ勝たなきゃいけないのが隅田と佐藤、このルーキーの2人なんだよ、うん、高橋コーナーが勝つとか、はい、で今井も戻ってくるだろう、そうなってくると本当にね、俺が言ってた通りに東証王国みたいになろうとしてるんだよ、うん、はい、でも隅田と佐藤がこけると、うん、その夢が崩れるんだよね。ということは順位も変わってきてしまうってことですよね。そうそうそう、だからこれはルーキーだから、うん、そう大きくは望めないけども、うん、2人で勝ち星とすれば18ぐらい考えてるんだよ、うん、ああ、まあ80とか99とか、そう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 、だからそういう意味ではちょっとそこら辺が勝たないと見通せないですね、うん、いいピッチングしてても山川がいない、はい、森がいないで点が入らなかったんだよ、うん、でも山川が帰ってきて、はい、やっぱ勝率もぐんと良くなってきたし、うん、だから課題というよりも、うん、いかに怪我をしないで、うん、怪我人を戻すかということで、うんうんうん、だから森が戻ってきてまた誰かが怪我したっていうんじゃさ、はい、まあ、話にならないし、うん、でやっぱ打ってそのルーキーたちを勝たせられるかどうか、はい、まあ、ここがやっぱ西武のポイントだよね。いわゆる固定のバッター陣、野手陣が最後まで怪我をしないっていうところ、まあ、そうだね。だからその、まあ、山川今年絶好調だし、はい、まあ、復活するっていうふうに言ってたけど復活してくれたしね、はい、オグレディっていうのも外国人でいいし、うん、はい、足は使えるし、みんなね、だからあとは点を取るだけなんだよ、うん、投手陣もある程度任しとけばね、ゲームは崩さないで抑えてくれるっていう風になってくると、うん、もうやっぱり主力に怪我が出せないということと、はい、やっぱ森川が帰ってきて、うん、山川が帰ってきて他に怪我したら終わるぞみたいな、うんうん、あとはルーキーが勝たなきゃいけないということだよね。そうですね、はい、そしてロッテです。はい、ロッテはマーティンが良くないな、うん、まあ、レアードもそんなに良くないけど、はい、点を取るのにちょっと困ってるよね今、うんうん、これはなぜかというとレアードのホームラン、マーティンのホームラン、こういうのが止まってるということだよね。この両外国人の勢いって大事ですか？いや、やっぱ大事大事、うん、それと誰とその外国人が絡んでいくのかということ、はい、まあ、昨年は荻野、マーティン、はい、この2人で得点源だったんだけど、はい、まあ、高部っていうのがね一番今打って、まあ、非常に頑張ってるけども、うん、いや、マーティン、レアードがあんまり良くないんで、うん、まあ、得点にならないとかね、うん、で あと若手があんまり伸びてきてないんだよね、うん、だからそこら辺がちょっとジレンマがあるし、うん、まあ、佐藤っていうのが、まあ、クリーンアップ打ったりとかしてるけど、うん、佐藤をもう少し下の方で打たせられるぐらいの打線になってくると、あ、まあ、本当の打線になってくるのかなっていうことは思うよね、うんうん、まあ、投手陣はまあそこそこ頑張ってるし、うん、まあ、佐々木朗希というね、うん、ああいうもう柱ができているし、うん、ただ増田がちょっと心配だな。あ、やっぱり後ろな、はい、まあ、昨年もう唯一6球団で、はい、パリーグ6球団で唯一あそこのポジションをクローザーを、ま、任されて最後まで全うしたのは増田だけなんだよね、うん、だからその疲れというのがね、この前も失敗したけど、はい、ちょっと不安だな。そうですね、うん、そして最後日本ハムです。はい、日本ハムはね、はい、ビッグボス面白いなノーアウト一三塁、はい、ダブルスチール普通かけないからノーアウトでかけるってね、よっぽどだからさ、うん、そりゃキャッチャーもセカンドスロー投げするよね、はい、でホーム決まる、おっしゃる、もうセカンドも前びっくりしてたから足立とか、え、走るみたいな、はい、だから意表をつく作戦はいいんだけど、うん、やってる選手たちも意表をつかれてるという、まあ、例えばサインプレーで、はい、清宮が前あれありましたね、プレッシャーをこうバッターにかけた時に北山投手、ね、一塁に誰もいないのを分かってて投げてるというさ、うん、だからまあそういうちょっと理解不能なところも出てきてるよね、うん、ちょっとあとは、うん、まあ、バスターエンドランドだとか、はい、まあ、エンドラン、まあ、こういう作戦を多めに使うんだけど、うん、でもねやっぱり技術がない人たちの集まりじゃん今は、はい、
技術があるからエンドランができたりだとかバッサーエンドランができたりだとかするんだよね、うん、やっぱ苦肉の策なんだよ、うん、捨て身なんだよ。それはいいんだけど、うん、だけどそればっかりでは選手も育たないし、やっぱもう少しオーソドックスな野球で腰を据えて戦わせた方が将来的にはいいのかなっていう、うん、それと誰をスターにして誰をチームの中心に置きたいのかっていうものをある程度早く明確にした方が選手は責任を持ってやり出すと、うん、例えば今川にしたってそう、はい、万波、うん、清宮、はい、こういったものをスターとして扱う、うん、スターにしたいんであればこの3人だけは外さないとかね、はい、そういうふうにしてこないと、うん、やっぱチームの出来上がりが遅くなるだろうなって思うね、うん、そのチームのチームとしてのってことですね、うん、またなるとか、だから今年中に形を決めて、うん、来年本当に勝負してほしいし、うん、だからこのままの形で1年間続けるとすれば、うん、やっぱ何も得られなく終わってしまうっていうか可能性があるよね、うん、ただ個々の能力はどんどん上がってきてるというか高いな、うん、高い選手がすごいレベル高くなって選手ホームランが多いんだよ。そうなんですよね、うん、だから、まあ、札幌ドームをね、はい、本拠地として、うん、なおかつホームランが多いっていうことはさ、それだけやっぱパワーを持ってるしね、はい、まあ、スターになれるだけの選手はいるということだ、うん、そうですね、だから期待はしてるけど、はい、ただこれあのファンが離れていく原因、うん、で札幌ドームの観客動員数っていうのが戻ってきてないんだよね、いい時にから比べると、はい、だからビッグボスでも戻らないっていうことはこれはなぜかというと、うん、一番のファンサービスは勝つということだ、うん、やっぱりだからやっぱそこの勝つということに執念を燃やしてほしいっていうふうに思うね、うん、そうですね、はい、さあ次回は今度はセ・リーグの B クラスのチーム、はい、そしてパ・リーグの A クラスチーム各、チームの、まあ、今後の課題だったりを見ていきたいと思います。はい。はい。